鶴見線内で E131 系線番台那覇 T3 編成が試運転を行いました。JR 東日本は今日28日、鶴見線内において E131 系線番台那覇 T3 編成の試運転を行いました。E131 系線番台は JR 鶴見線に導入される新型車両です。直接新型車両が導入されるのは、国鉄民営化後初めてとなり、約80年ぶりです。3両編成8本が新造される予定で、今年冬より営業運転が始まります。営業運転開始に向けて、現在までに4編成が落成しており、東海道貨物線や鶴見線での試運転が進められています。今日28日は、鶴見線の鶴見から弁天橋、大川、海芝浦間で、1往復ずつ、那覇 T3 編成を使用して、試運転が行われました。土休日に、E131 系線番台が、試運転を行うのは初めてとなり、那覇 T3 編成は、鶴見線内初の試運転となりました。今後、各種訓練を経て、今年冬より、営業運転が始まる予定です。これで10月28日の KAB ニュースを終わります。